どうも、我でございます。皆さんはランサムウェアというものをご存知でしょうか？これはウイルスの一種です。自分のパソコンの中にある様々なデータ、これを人質にして身代金をよこせと要求してくる、そんなウイルスなんですね。ちなみにアンチウイルスのね、会社は身代金を払ったところでそのデータが元通りになるという保証はないですよ。だから身代金は払わないようにと言ってます。そして事前にバックアップを取って、まだウイルス対策ソフトを入れてない人はウイルス対策ソフトを入れてくださいと、そして最新のデータにアップデートしたらそれが大丈夫なようになりますからというふうに言ってます。それでもやらない人がいるんでね、ちょっとね、僕はこういうのを作りました。バン、ランサム棒ですね。これをやりますとね、どんな僕がこう動画をやってもね、全然映らないっていう、この斬新なシステムなんですけども、こうやって手振ったってダメ、変な顔したってダメですよ、これ、ものすごい変な顔してる。ああ、もうこんな顔してんのに面白フェイスが映らないなんて、やっぱりこれはダメだなと、そんな時には皆さん僕に身代金を払えば大丈夫、まあというのは冗談でしてね、もう何やってもこれダメなんで、とりあえず今できることっていうのは、ランサムウェアをね、対策する方法、一つはバックアップ、そしてもう一つはアンチウイルスのソフトを入れること、これしかないんです。なので皆さん絶対に入れてください。絶対にですよ。